こう分かりますかね、こうお焦げが出てくるんですよ。ほら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 、このお焦げ。はい、どうも料理の兄さん、リュウジです。はい、いきなり来ましたね、至高シリーズでございます。はい、かなり試行錯誤を重ねたレシピになります。今回はですね、このベビースターラーメンを使ってですね、至高のもんじゃ焼きを、やりたいと思います。僕もんじゃ焼きってすごい好きなんですよ。お好み屋さんとか行くと必ずもんじゃを頼んで、みんなで付き合いながら飲むのがもうものすごい好きなんですけども、イメージ的にお店で食べるもんだと思ってますよね、皆さんね。なんですけども、今回はですね、お家でホットプレートで家庭用に非常に作りやすくしたですね、至高のもんじゃ焼き、これねびっくりするぐらい美味しいです。これから作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあですね、材料説明いって、いきたいと思います。まずですね、まあ、今回至高のもんじゃ焼きですので、僕が一番うまいと思ったラインナップにしてます。具材の要になるキャベツですね。はい、これは 250g、 芯をちょっと取って 250g ぐらいですかね。明太子とチーズ、今回は明太チーズもんじゃです。僕の至高のもんじゃ焼きっていうのは明太子とチーズなんですね。この小エビと揚げ玉、かつお節と青のりです。で、あと薄力粉、ウスターソース、あとお出汁がね効いてるもんじゃが僕好きなので白出汁を入れます。お水ですね、油ですって。一番大事なのはね、ベビースターラーメンです。ベビースターラーメンの入ってない、あ、ちょっとなまったベビースターラーメンの入ってないね、もんじゃ焼きなんてですね、氷が入ってないハイボールと同じです。味の辛めにもなります。はい、ベビースターラーメンってすごくね、味が、ね、ついててそのままでも美味しいぐらいなので、これは入れてください。オーソドックスなチキン味で今回やっていきますので、これは用意してください。早速調理していきたいと思います。まずですね、まあ、今回至高シリーズですので最初にこれも開けちゃいます。はい、そしてこちら分量外になるんですけども、分量外の、ハイボールを用意します。ベビースターで飲むのがさ、めっちゃいいよね。ベビースターをつまみながら楽しくクッキングをしていきたいと思います。ということで、やっていきたいと思います。キャベツから切っていきましょう。まあ、芯をね切り落とします。もうね、千切りしていくんですね、これね。もんじゃ焼き屋さんのもんじゃっていうのは後でヘラで切っていくので千切りなんですけども、これはですね、家庭用バージョンなので千切りじゃない方がいいんですね。キャベツを最初から粗みじんにします。こんな感じでね、ザクザク切っていくんですね。こんな感じです。はい、ちょっとね残ってるぐらいでも全然平気なのでね、3、4人前ぐらいはできちゃうと思います。粗みじんで大丈夫ですので、こちらボウルにですね、薄力粉、これ 30g です。はい、これね、ちゃんと測ってくださいね。お水、こうやってやるとね動いちゃうんだけどでもね、全然平気。はい、もんじゃ焼きの場合はダマになっても全然大丈夫です。 300cc です。白だしです、大さじ1。ウスターソース、大さじ2半これでベース完成です。混ぜたね、液体にねもう入れちゃうんです。これもうここにね全部入れちゃう。はい、揚げ玉ね、ここでベビースター入れちゃいます。お店で出てくるような感じになってるでしょ。今回ねこれで作っていきます。ではですね、やっていきたいと思うんですが、まずですね、これホットプレート今もう温めて、250度で温めてるんですけど、金属のヘラでやっちゃうと傷ついちゃうんで、今回は耐熱のシリコンベラでやります。シリコンベラがなかったら普通の木ベラとかプラスチックの耐熱のヘラとかでも全然大丈夫です。これもんじゃね、で具だけね焼いていきます。はい、こんな感じ、汁残しておいてくださいね。これね、焼いていくんですよ、これね。油引きます。はい、こんな感じです。で、ちょっと炒めていきます。全体がねちょっとねしなっとしてくるぐらいで大丈夫です。ここで完全に火を通さなくても大丈夫です。これはね本当に美味しいです。もうね、ここに香ってくる香りだけでも思いますね。いろんな味のある具材を使ってますので、結構ね複雑な味わいになってますね。小エビとですね、ベビースターたっぷり入れるのがコツでございます。魚介の旨味とチキンの旨味がね複雑に絡み合うですね、非常に美味しいもんじゃ焼きになりますんで、平べったくしてったらちゃんとねしなっとなってくるんですよ。そしたらこれっぽくしましょう。今からね、結構ね大きくね開けないとね流れちゃうんですよ。料理研究家の腕の見せ所ですからね。これね、入れる前に必ず混ぜてください。真ん中をくるくるさせながらね、ここはねとろっとするまで加熱していきます。結構ねとろっとしてくるんですよ。薄力粉の効果になりますね。これうまいから、これもうかなりね何回もやってやっとできた配分です。
もうここがとろっとしてきたらもうね全体混ぜ込んじゃって大丈夫です。はい、全部ね混ぜちゃってください、ね、で、広げていく。焦げたところ食べるのが美味しいので、なるべく、ね、薄く広げてください。この時点になったらちょっとね温度下げちゃっていいです。さっきまでね250度高温でやってたんですけども、ちょっとね加減しましょう。で具材とかはねこれね餅、お餅とかね途中で加えても美味しいですよ。こんな感じですかね。ピザ用チーズ、チーズはねもんじゃに合うんですよ。これもう全体にバラバラっとね、やっちゃってください。明太子、これね明太子の辛みが苦手なお子様とか食べるんだったらたらことかでもいいんですよ。でこれはねパラパラと、これほぐしたもんなんですけど、あまりね火が入りすぎないようにしてます。この状態で鰹節いっちゃいます。鰹節ね結構ねたっぷりめにやっていただいていいです。とつかみちょいかな、結構お好みなんですけどね。青のりも全体にバラッとたっぷりかけましょう。はい、そしたらですね、こちらで至高のもんじゃ焼きの完成です。はい、それではできましたので、もう絶対うまいだろこれ。いただきたいと思います。いただきます。鉄のヘラだと傷ついちゃうので、シリコンベラとか木のヘラとか、食べるときに使ってください。はい、ちょっと焦げたところね。いただきます。最高だぜ。何度食べてもうまい。味付けがもう最高ですね。ウスターソースと白だしを使ってるんですよ。そのベースにですね、小エビとですね、鰹節、あと明太子の旨味が、効いてるんですね。特にですね、このベビースターのね、味効いてるんですよ、これね。もんじゃ焼きに合うんですわ。うん、うまっ。これね、ハイボール止まりませんよ、これは。で、これでもね、美味しいんですけども、ここで、さっきね、僕がおつまみで食べてたこのベビースターですよ。ただ単に食べたくて食べてたと皆さん思うでしょう。違いますよ。ちゃんとこういう使い方がある。後掛けすることによってね、このベビースターのパリッとした食感もこのとろっとしたもんじゃに加わるんですよ。うん、思い残すことはないわ。食感が加わるとまた全然違った味になりますね。でやっていくとですね、ここら辺倉庫言ってるうちにずっと、ね、鉄板は熱されてるので、ほらほらほら、こうやってね、こう分かりますかね、こうおこげが出てくるんですよ。ほら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 、このおこげちょっとパリッとしたところにまたさらなるパリをね乗っけて、これですよ。これはね、あくまでベースなので、トッピングとかはいろいろ変えていただいても全然大丈夫です。ベビースターもいろんな味があるので、いろんな味で挑戦するのも面白いかもしれないですね。今回は明太子とチーズでやったんですけど、お餅入れてもいいし、ちょっと刻んだ豚肉でもいいし、シーフードミックスとかでもいいですよね。無限大ですよ。うん、これ本当にうまいよ。これ食卓に置いたらね、すごい華やかになってみんなで楽しめるパーティーメニューですよね。ぜひご友人とご家族とこのもんじゃ、いろんなバリエーションで楽しめますので、ぜひやってみていただきたいと思います。はい、ではですね、今回のベビースターを使った至高のもんじゃ、ご家庭でもんじゃやったことない人が大半だと思います。ホットプレートを使って、ホットプレートの鉄板に傷つかないような、今日使ったようなね耐熱のシリコンベラとかを使っていただければ、家で最高のもんじゃが作れます。ぜひ皆さんやってみてください。